ビエレ・アルバトロシーは、かつて、チェコスロバキア空軍、スロバキア空軍に存在した、デモンストレーションチームである。チーム名は、白く塗装された、使用機 L-39 アルバトロス練習機に、由来する。1980年代後期、チェコスロバキア空軍内部で、アクロバットチームの創設が検討され始めた。 空軍は1990年11月27日から、コシ勢航空基地の第二訓練航空連隊の操縦士を機関として、チームの創設に向けて準備を進めることとなり、1991年初頭には、チームの編成を終えた。チーム初の展示飛行は1991年8月3日に、ボルコーツェ飛行場で開催された、ナインスワールドパラシューティングチャンピオンシップスで、 この時は3機の L-39C で海上上空のフライパスだけを行った。チームの元メンバーはこの日をビエレ・アルバトロシーの誕生日としている。この展示飛行後、コシテ航空基地の設備強化工事に備え、チームはブルジェロフ航空基地へ移動した。1992年、チームは6機の L-39C により初のアクロバット飛行を モラビアスレスコ航空省で行った。チェコスロバキアは1993年1月1日にチェコとスロバキアに分離することとなったが、チームはスロバキアの所属となった。チームは1993年から積極的に国外の航空省にも出場し始め、1995年にはソロ演技のための7番機がチームに加えられた。1996年7月17日、 チームの訓練中に2番機と6番機が空中で接触事故を起こした。2番機は墜落して失われ6番機は不時着したが、両機の操縦士は脱出に成功し、6番機は修復されてチームに復帰した。1997年、越世航空基地の工事が完了し、チームは同基地に復帰した。2000年6月3日、 スリアチ航空ショーでの演技中に3番機が地上に激突し、操縦士1名が死亡した。2001年、チームの機数は5機に減らされた。2004年4月15日、チームはコシテ航空基地での展示飛行を最後に解散した。ただし、チームの塗装を施した L-39 各方が2005年8月に開催されたラドム航空ショーに、 ビエレアルバトロシー名義で発揮出場するなど、その都度奇数を増減させながら、ヨーロッパ各地の航空ショーに出場し続けた。2011年8月3日、ビエレアルバトロシーの誕生日を祝して、チームの元メンバーが集まり、ビエレアルバトロシーが地上に降りたことを宣言した。ありがとうございます。